はい、皆さんこんにちは。いつも高評価、コメントありがとうございます。今回は膝をついたままで簡単にお腹に効くことができて、首腰痛くなくお腹をへこませることができる膝つき腹筋というのを紹介していきます。簡単に行える立ち腹筋、反り腹筋、逆腹筋、この3つを応用したやり方になります。お腹をへこませるポイントとしては、適度に腹直筋を使う、しっかり腹横筋を使う、呼吸をしっかり吐く、背中を丸めるのではなくお腹を丸める感じで行う、これがポイントになります。これを含めた簡単なやり方を紹介していきます。簡単なだけにしっかり行ってもらいたい、そういった思いで今回は3セット一緒にやってもらえたらお腹にバッチリ効いていきます。きつい腹筋を行っても長続きしませんよね。継続が力というだけに、できるだけ簡単で効くものっていうのを続けてほしいと思います。それでは紹介していきます。今回は膝をついたままで行っていきます。膝をついた状態で少し足を広げます。そして手でお尻を持っときます。それはなぜか、お尻が後ろに出てしまうとお腹を締めるんではなくって体が前に倒れるだけになってしまいます。お尻が前のまま腹筋が締まるとこのようになります。ですがお尻が出ると上半身が前に倒れてるだけでお腹が全然しっかりね締まりません。なのでお尻が出ないようにお尻を手で押さえておいてください。そして前かがみになるんですけども、前かがみになるときに下を向いてしまうとお腹ではなくて背中が丸くなってしまってお腹に効きにくくなります。なので今回は上を向いてお腹を締める、背中から丸めるんではなくって上を向いてお腹をへこませる感じです。これを前と横に動いていきます。息を吐き続けながら5回ほど動きます。まず横の動きからやってみます。横を向いて上を向いて、お尻が出ないように息を吐きながら5回外腹斜筋を効かします。反対も同じように、上を向いて横を向いて外腹斜筋を効かします。次に前に倒れます。下を向くと背中が丸くなるだけなので、お尻を押さえて上を向いて顎を前に出す感じでお腹をグッグッと5回、そしてもう一つはグッとしたものを上に引っ張る、上を向いたままグッとしたのを今度は力を入れたまま上にお尻が出ないように引っ張る、この4回を各5回それを3セット一緒にします。5回は息を吐き続けます。それではスマホを下に置いてもらって、足肩幅にしてお尻を押さえて上を向いて横を向いてかがみます。5回いきましょう。いきます。1、息吐き続けます。3、4、5、逆いきます。上を向いていきます。1、2、しっかりお腹締めて3、4、5、今度は正面です。お尻が出ないようにお尻を押さえて上を向いてお腹だけを縮めていきます。息吐きながら5回いきましょう。お尻が出ないように3、お腹を締めて5、 OK、 今度は下から上です。お腹を締めてお尻を押さえて上を向いて上に引っ張ります。いきます。1、2、3、4、5、 OK、 一回深呼吸しましょう。今のあと2セット一緒に行いましょう。ポイントはお尻がとにかく出ないこと、そして背中が丸くならないこと、お腹だけを締めるイメージです。お腹に効きにくい人はもっと上を向いてお腹だけ縮める感じです。2セット目いきましょう。いきます。1、2、3、4、5、脇腹に効いてれば正解です。いきます。1、2、3、しっかり締めて5、正面です。いきます。
1、2、お尻が出ないように3、4、5、上に伸ばします。いきます。1、お尻が出ないように2、お腹だけ3、縮める、引っ張る、縮める、引っ張る、縮める、引っ張る。 OK、 あともう1セットです。だいぶお腹が熱くなってれば効いてます。しっかり息を吐いてください。5回いきましょう。ラスト、お尻を押さえていきます。1、上向いて2、3、4、5、反対です。1、2、3、4、5、正面です。1、2、お尻が出ないように3、4、5、下から上です。1、2、3、4、力入れて5。 OK、 お疲れ様でした。いや、いい汗かいたよって方はね、上手にできてます。お腹に全く効かないよって方はもっとお腹に力を入れて、背中が丸まらないようにお腹だけをへこますイメージでやってみてください。この部分だけをこういう感じで、こう背中が丸まるんではなくって、お腹だけを縮める、そういったイメージでやってみてください。今回は4方向5回息は5秒っていう感じでやりました。これを慣れてくるとですね、しっかり効かすことができてくるので、5秒間息吐くのを3回とか、そういった感じでもう1セットでも効いてます。息は吐けば吐くほどお腹がへこんできますので、お腹気になる方はやってみてください。今回膝つき腹筋のやり方でした。やってみて効果があったよって方、これを続けてみてお腹がへこんできたよって方、よかったらコメントに残してもらえるとありがたいです。これからも皆さんに有益な情報を配信していきますので、グッドボタンやコメント、動画のシェア、ご協力よろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンク貼ってますので、よかったらリンクのフォロー、 SNS のシェア、そういったのもご協力してもらえるとありがたいです。今回もご視聴ありがとうございました。